さてさて、さあ反省会、今日はなかなか面白かったけど、この SG うまいよ。前のこと考えたら全然うまくなってる。でもフランクもうまいじゃん。クランクだって別に問題ないもん。だって S 字があれだけダメだった人がクランク全然問題ないってすごくない。要は半クラッチでいけるから私は問題ない。ああ。S 字はクラッチを解除していかなきゃいけないからスピードがある程度出るじゃん。半クラは落ちるじゃん。その違いよ。普通の人と反対だね。スラロームもさ、はい、うまい。でもスラロームは本当だったらさ、ちょっと直線になったところでアクセルやらないかんね。それ最初やってないんだよ。それできないから大丈夫だよ。最初難しいから。で前回の時にとりあえず通るだけ通って、うん、まあコース取り、うん、それだけを教えてもらってやったの。で今日、次回やる時はアクセル使ってねって言われてた、うん、で今日はそれを意識したんだけど、まあ、ちょっとオーバーしたりコーナリングのとこオーバーしたり、あとはアクセルを使うタイミング、あれを本当は直線になったところでやらなきゃいけないのをカーブのとこでやっちゃってオーバーしたっていうのが大回りした。この時がパパが疑問に思ったわけ。そう、ここの急制動のところがなんか全然さ変な感じでさ、なんでこんな風になってんのかなと思ったんだけど、これがビョーって走ってきて最後のここでなんかすげえならーってなってなるじゃん。なんでこんな急制動になってんのと思ったらそこがよくわからんから。これはこれはフットブレーキしか使ってないから、で自分の中でブレーキはフットブレーキだけである程度減速して、うん、もうあとちょっとで止まるときに前輪ブレーキを使うって思ってたもんだから、最後止まるときも最初フットブレーキだけなの、うん、でああやっぱあの間に合わない、停止位置で止まれないっていうときにハンドブレーキをかけるもんでクッ。でもそれってさ、私パパからさハンドブレーキ使うと危険だよ、危ないよでずーっと言われてるから、もう足だけで止めなきゃだからひたすら足だけ普通さ、何、いやフットブレーキを先に使ってハンドブレーキを使うって言ったけど、いやフットブレーキだけしか使わんっておかしくない？普通。でも私の中ではもうそういうイメージしかなくて、なんでハンドブレーキを使うと危険いやいや、まあ確かにハンドブレーキはつんのめるから危ないけど、うん、いやいやフットブレーキだけ使っても危ねえじゃん、逆に滑るの。でもね、あのそんなキュッとは踏まないよ、もう、うん、徐々に強くしていくんだけど。いやそれはおかしいな。え、何が？普通はフットブレーキハンドブレーキの順番でかけてくださいと。フットブレーキを踏んですぐハンドブレーキ使わへん、うん、あ、そうなの。いやいや普通はフットブレーキ踏んで、うん、その後すぐハンドブレーキかけへん。じゃあ両方使っていいってことや。いや両方使っていいんだよ。だから両方使っていいって言われたでしょ先生。そのハンドブレーキのかけ方を教えてもらったけど、両方っていうことは言われてない。いやだからシミュレーションの時に急制動のさシミュレーションやるじゃん、その時にフットブレーキ最初にかけて、でハンドブレーキを徐々にかけていくって言われて全然ピンとこなかった。何ずっとフットブレーキをしばらく踏むっていうふうに思ってるから、実際にこの教習の時もずっとフットブレーキで止まってたから、なのでフットブレーキだけじゃないのってちょっと思ってたのよ。なんか両方かけていいんだ。謎がようやく解けたわ。いやそれはねだいぶねいっちゃっとんね頭が普通は、うん、確かにフットブレーキを先にかけるけど、うん、フットブレーキかけてハンドブレーキかけるってさ普通さ、うん、両方同時にかけると思わん。タイミング的にフットブレーキの方が少し早めだよっていうふうに普通思うと思う。全然思ってなくて。いやそれはさ
止まってない時にハンドブレーキをギュッてかけたらさ、それはゴンってつんのめってさ、これはこけるよ。だからあの本当にもうあのフットブレーキでさ、うん、ある程度スピードとして、うん、ここの停止線があるとしたら、うんうん、あそこに間に合わない、どうだろう、10メートルもないぐらいの距離だよ、あと 2、3メートルのところなんだけど、うん、あ間に合わないってなった時にハンドブレーキをかけるだもんで、ね、キュッとなるからこれはこけるよね、こけやすいよね、やすいね、うん、これはそうだ、なんでみんなあんなに上手に止まれるんだすごい疑問でさ、で何ハンドブレーキのパワーは 100% だろ、うん、そう止まれないからギュッてあ一応徐々にってなるけど最後はキュッてなるね、それはそうなるよ、うん、止まれないと思う、そう普通さえあここで止まれ止まない、普通はハンドブレーキ最後少し緩める、あそれ一切やったことない、だから徐々に強くってやったらそれは最後にこってないじゃあもうどんだけ視聴者の方が見てるかわからんけどいやこんな人もいるっていう、ね、やばいっすよね、いや俺さ俺それ今聞いてあやべえなと思った、いやこれ大丈夫かなと思って、あそんな考え方の人がいるんだ、しかもこれさネタでもなんでもなくて素だからね、そう素です、あのすごい、でも伝え方って結構ある意味怖いよね、いや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 、だってさ、だからパパとしては別に普通にこっちが避けるよって言いたかったわけでしょ、俺は今でもネタだと思う、うん、俺を笑かそうとしてるんじゃねえか、違う素です素です、マジで本当にずっとそう思ってて今日の今日までそれすごいよ、うん、まあ共感がね、おブレーキってどうやってかけてるって言われて、それは疑問に思うよね、うん、だってさっきの急制度おかしいものを見ても何この急制度、うん、だからその急制度を見て、うんうん、あの教官にどうやってかけてるって言われて、そう言われるな、うん、いやずっと、うんブレうん、フットブレーキで、うんうん、ある程度スピード落としてから、うん、最後止まれないって思った時にはハンドブレーキするけど基本的にはフットブレーキですだけですみたいな話をしたら、いや両方かけていいからって言われて、そりゃそうよ、私はキョドンとして、え、そうなんだ、マジかよ、しかもネタじゃないからなだから人への伝え方って結構重要だよ、いやほんとそれ思う、うん、もうね、俺の中ではそんなことを常識だと思ってるから、多分みんな常識だと思ってる、だから普通の人一般的にはこれでいいだろうって思って伝えてると思うんだけど、私はもう前輪ブレーキは怖いもの、もうずっとそれが頭に残ってて、あんまり使っちゃいかんってインプットされてるわけよ、要は、うん、でもね基本的にはもう足だけ、お後輪ブレーキだけって思っちゃった、意味マインドコントロールされてんじゃないかすごいわそれはねなかなかねやばいね、まあ稀な人間だと思う、稀だね、うん、稀だと思う、でも稀な人間がいます、おすっげー稀まあそういうことだ、ようやく今日理解できて、どういうことか、それでいつも失敗してたんだっていうのが、それは失敗するよね、うん、納得できた、進入する時のスピードをちゃんと減速してっていうところも多分できてなかったんだろうね、うん、全部そのブレーキの兼ね合いじゃん、でもね何今聞いて、うん、こける理由も分かったし、うん、あなるほどねと思う、絶対こけるからさ、まあね、いやー、やべえわ、マジで。どんだけ。だある意味、思い込みなんだよね、それ私の。まあ。前輪ブレーキを基本はかけちゃいけないっていう。前輪ブレーキをかけちゃいけないっていうか、先にかけて包んのめるから危ないよって言ったのが、うん、フロントブレーキは危ないが一人歩きしたってことかな。まあ、それはまあ、フロントブレーキが危ないっていうのは、ある意味、まあ、正しいっちゃ正しいんだけど。でもそれを何回も自分で実践してこけてるからね、最近だいぶその前輪ブレーキをちょっとキュッとかけてもう踏ん張るようになった、まあまあそれはいいこと、これは一本橋かな、これ一本橋、うん、これ一本橋がねうまいんだわけ、はあ、この一本橋はこれ見ててなんでこんなうまいんだろうなって、だからあの S 字のあの下手さを見てで今のさっきのブレーキの話を聞いて、うん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 、一本橋うめえな、これなんかコツあんの？なんかやったの？私が失敗するのって、うん、大体目線なの。成功するのって、ここの教習所ってさ、うん、タイムが見えるじゃん。あ、見える。あそこを見るようにしてやると、うん、ハンドルをこうやってギザギザしながらいけるんだもん、うん、ただスタートがどうしてもちょっと斜めに入るとやっぱ落ちる。まあそれはね、うん、みんなそうだね。
たとえ目線がしっかりしてたとしてもそれは落ちるんだなっていうのは一本橋やってる時に何回か思ってて、うん、なのでまずまっすぐに進入する。今回初めてこのコーンのところで停止してからスタートしてるの。それまではずっとぐるぐる動いた状態で一本橋をやってたのよ。なぜなら停止が下手だから。今日初めて停止した状態からスタートをして一本橋をやってるから。じゃあうまくいったね。だから今日比較的そうだね。あ、うん、ちゃんと停止した状態からスタートさせたっていうところではそうだね、ちゃんと、まあ、本来のやる工程でできたっていう。なるほど、うん、一本橋を通ることは別に問題なかったんだよ、うん、だからこのハンドルだけちゃんとあのギザギザとね移動すれば問題なく。でタイムも6秒9から7秒で大体通ってた。なるほど。でもあんまり2グリップはこう意識しにくかったな今日。とりあえず目線だけって思ってたから、うん、目線をずらすとね、まあ、ダメ。これは坂道見てたけどうめえな。まあちょっと失敗してるかもしれんけど1回だけかな。いや第1段階でこんだけできたらしい。でもこれ前回の時に何回もフットブレーキを外すタイミングが分からなくてエンストしまくってんだわ。まあみんなそうだよ、うん、で、まあその時に教えてもらった教官に、アクセルの、まあ、このぐらいだよ、うん、でクラッチはここからそれこそ1ミリ単位で開けるんだよ、で音が変わるからそのタイミングでフットブレーキを外してってねっていうのを全て今まで教えてもらったことを頭の中もしくは口でボソボソ喋って今回はやった。前の状態と全く違うよよっぽどひどかった。よっぽどひどかった。まあでも、うん、まあなんだかんだ言って、ちょっと形にはなってきたよね。形にはなってよ、ね、うん、まあそれでも補修4時間ん土曜日に見極めか次。そうそうそう、だから1週間後。ああ1週間後か、うん、まあ大丈夫でしょ。よっぽどまあだいぶそうだね。今日そう解決したことが一番重要なことだったから。うん、え今日解決したことってもしかしてブレーキ。ブレーキのこといやなかなかすごいね。だってそれが一番私の中でずっと課題になってたの。